今大会9得点、大会記録に並んだ男、鹿児島城西大迫勇也。その実力は対戦相手も認めている。もう半端ないってもう。半端ない。あいつ半端ないって。意味わからんが。後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん。そんなできんやん。あれはすごかった。これ握手してもらったの。忘れられない試合がある。それは9大会前の準々決勝、大迫勇也擁する鹿児島城西との一戦。大迫の4試合連続2ゴールなどで大量6失点。この衝撃的な敗戦の後だった、あの名台詞が生まれる。大迫半端ないってもう。あいつ半端ないって。意味わからんが。後ろ向きのボールめっちゃトラップするもん。そんなんできんやん普通。そんなんできる。言っといてや。できるんやったら新聞や。もう全部新聞や。取られだしもう。また一面やし。また二発やし。また一発にしとけばよかった。一発に。大阪うまいな。どうやったら大阪止めれんのやろ。あれは絶対全日本入るな。入ります。あれはもう、あれはすごかった。俺握手してもらったの。鹿児島城西を応援しよう。大敗の後にもかかわらず、キャプテンが仲間を笑わせ、次第に笑顔が満ちていった滝川第二のロッカー。ここです。スローインを入れます。左利きの地方のクロスボール、この低いボールですが、羽生が下がってクリア。まだあります、パク地方。さあ大迫、大迫だ。いった。大迫のシュート。エリアの中をこじ上げたルーキー大迫。なんとなんと、これは大物だ。すごい。プロ初ゴールは東京戦。しかもエリアの中で2人を置き去りにしたシュートです。2対0鹿島。大迫です。やっぱりさっきのそのワンプレーもそうですけど、ゴールに向かっていくっていう姿勢が強いですね。ここも相手背負ってて自分で向いていこうとしますからね。はい、シュートもうまい。多くの選手はここでキープして、後ろの今画面映るパクチョウに渡して、そこから展開してもらおうって考える選手多いですけど、はい、あそこ仕掛けますからね。仕掛けましたね。仕掛けられた方もちょっと驚いたんじゃないですかね。
adjudicator, cause my raps are always greater. For a girl I like to date her, if I daddy like a greater. For I'm adjudicator, cause my raps are always greater. For a girl I like to date her, if I daddy like a greater. For I'm adjudicator, cause my raps are always greater. I'm adjudicated, cause 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 I'm adjudicated, c